お花紙とストローでとっても簡単にできる花です。たくさん作って飾ってもいいし、ミニブーケにするととても可愛いです。まず花を作ります。お花紙を半分に折ります。折ったところを両手で持って引っ張ると半分にちぎれます。ハサミで切っても構いません。これをまた半分に折って90度回して屏風折りにしていきます。屏風折りの大きさは 1.5 センチぐらいです。最後が多少ずれても構いません。これを縦に半分に折ります。折った部分を斜めに切り落とします。そして花びらの先になる方を丸く切ります。これを開くと真ん中の部分がへこんでいますから、ここにビニール紐をかけます。園芸用のワイヤーの入ったものです。両端をしっかり押さえてキューッと引っ張って、根元のところを、ここですね、ここをつまんで 2,3 回キュッキュッとねじります。これでもうしっかり止まりました。花びらの先の部分を開いてお椀型にしていきます。真ん中のところを押さえてお椀のような形にします。花びらは2枚重ねになっていますので、これを開いていきます。上と下に優しく引っ張って根元までしっかり開いてください。もしつながっていたら無理に引きちぎらずハサミで切りましょう。ワイヤーの部分を持って手をこんな風に丸い形にして、下から上にスーッと撫でてやると綺麗な花の形になります。次は葉っぱです。葉っぱも同じようにお花紙を半分に裂いて作ります。これを半分に折ったら、今度は紙飛行機を折るときのように三角に折っていきます。もっと細い三角に折ります。真ん中のあたりに液体のりをつけます。今液体のりをつけたところにもう一度液体のりをつけてキューッとつまみます。根元の部分は細くしておきましょう。先の部分を開いていきます。
そうして折りつぶしてやると葉っぱの形の出来上がりです。先ほど作った花とストローと葉っぱを組み合わせていきます。花のワイヤーをセロテープでストローの先に留めます。葉っぱも同じようにセロテープで留めます。一枚のお花紙から花と葉っぱが2つずつできます。たくさん作って飾るとこんな感じになります。ミニブーケを作ってみましょう。お花を包む不織布の上に置いたらセロテープで軽く留めます。こうすると包むときにずれません。先に下の部分を折ってから包んでいきます。根元の部分をセロテープで仮留めします。セロテープが見えないようリボンをかけたら出来上がりです。ちょっとしたプレゼントにいかがでしょうか。